南下田組もチームのようでチームでないような、なるほど、コンビのようでコンビでないような、あのこのところ南がね、はい、下田選手とか三田選手と ね、 ね、あのラスカテオラスをなんか預かってるという形になってるようなんですけど、またテリパー伊藤薫組も定番のコンビにはなりつつあるんですが、チームカラーとしてはまあチームらしくもないようなチームらしいなるほど、これはみんながみんな自己主張していけばいいと思いますよ。いやしかしゴング早々から今もそうでしたよ、やっぱり伊藤は伊藤でヒップアタックやりましたしね、ラリアットテリーはテリーでラリアットやりましたから、はい、もうみんながみんないい意味で自分のねいいところを出すことを考えれば、なるほど、なんだか、うん、とってもいい試合になるような気がします。確かにテリーパーと伊藤カールね、全くこう違うタイプなんですけれども、そうですね、確かに噛み合ってそうで噛み合ってないんだけど、いいタッグという気がしますよね、見てて面白いというか、今両方ともの選手ともね、うん、そこまで完成品じゃないですから、うん、伊藤も伊藤でものすごく面白い選手、シングルなのかタッグなのかなっていくでしょうし、テリーはテリーでシングルプレイヤー向きで、おそらくこれはシングルで上を狙っていく立場の選手ですよね。うん、なるほど。ですから今はこれを組んでて、まあ、自分たちを磨くという時期じゃないかなという気がします。そうですか、ね、小島記者。そうですね、まあこの後引退セレモニーやりますけども、神谷選手が辞めてしまうということで、はい、ちょうど伊藤選手もパートナーがいないということで、神谷と伊藤もとりあえず私たちペアじゃないからねっていつも言ってましたけど、まあ、そうですけどね、はい、まあなんかそれで固まってはいたんですけども、まあどん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 上を狙っていく選手ですから、このペアでオールスターもこのペアで出ますし、そうですね、まあ個性を出しつつ、各々の個性を出しつつ、なおかつタッグのオールスターは両チームともこのメンバーで出るんですよね、はい、一試合はそうですね、南は三田と組んで、南選手と組むんですね、風間半田組と対戦ということになってますね。なんかそういう意味で南選手、失礼ですけど、はい、シニアになってきちゃいましたね。シニアリーグと言いますか、ね、なるほど、あまりにも、南選手と組んでいればとりあえず安心というところもありますから、なるほど、まあ、組ませやすいというか組ませる方でしょうね、そんな気もしますし、確かに誰とタッグを組んでも引っ張っていけるしという感じがしますよね。コツなきこなすという感じの南ですけれども、今日は下田とのタッグ、下田選手もちょっとチャンスがですね、はい、三田選手の方はタイトル挑戦させてもらったりいろいろあるんですが、はい、ちょっとその影に隠れてる部分がありますんで、なるほど、今日はちょっと注目してみたいなと思ってるんですけども、さあそのあたりどの辺を、まあ、アピールできるのか、お客さんそして現状のフロントにもねアピールしていかなきゃいけない腕立てで、ね、だと思いますが、はい、腕立て伏せでもって逆指をしのごうとしたなんか伊藤ですか、パワーでいこうってとこが好きですね。なるほど、本当に元気印、見ていて気持ちがいいという感じなんですけれども、伊藤カール、さあ今度はロメロスペシャル、あっこれ崩れたか、さあ自分のコーナーに持ってきて、その円熟首を回すイブシギンのテクニック、南鈴鹿の登場です。さあ抱え上げて、さあバックリップ、強烈です。ホールに行きながら腕がロックされてる、ね、ちゃんとね腕をきちんと取ってホールすると素晴らしいですね本当に、はい、あっとこのバックドロップキックを外した。さあそしてマッスルパワー、テリーパワーやってまいりました。ああそうですね、表情も本当にノートンがラリアットに入る、そんな感じの表情をしてますが、今度はギロチン、そしてそのまますぐ起き上がってエルボー、この辺の流れは素晴らしい、よく考えてきてますね、はい、さあよく考えているというテリーパワーですが、もちろんパワーだけではありません。この人もいろいろといろんな技を勉強してどん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 吸収していってると、そういう気がするんですけれども、上腕がすごいですね、やっぱり筋肉の盛り上がりが逆エビしてながら、はい、筋肉の形になっちゃってるという、なるほど、本当にすごい、まあ、見て気持ちいいですね、女性気持ち、女性とは本当に思えない、やっぱレスラーですからね、でも女性的ですよ。そうですか、すっかりテリー選手の現状の風景に馴染んできましたね、浮いてないですよ ね、あんまり何の違和感もなく、浮いてるって言ったら失礼ですけど本当に、
ファイトの中の戸惑いがだん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 消えてきてます。確かに。なるほど。非常に練習熱心という話を聞きますのでね、前場イズムというかそういったものの吸収も飲み込みも早いんじゃないかと、そういう気がしますけれども、またあのキック使う選手が多いですけれども、はい、この選手だったら今みたいなあのスラジハマーとかダブルアクサンドルで持って打撃技という感じがしますから、はい、さあカウント2ブレイドの人ですよね、はい、で対空時間つけると、はい、なんか違う技に見えてくるじゃないですか。なるほど、パワフルですよね。さあ今度は伊藤が元気に飛び跳ねるというかドロップキック、まだ行きます、まだ行きます。でも伊藤選手体重がありそうですね。なるほど、まあ判断型というかドロップキックの打点が、うん、高くて素晴らしかったんですけど、はい、体つき見てるとやっぱりレスラーっぽい、うん、重いですよね。安定してますよね、下半身が非常に、さあホール、さあ今度はストンピングで攻めまくります。小島さんはこの伊藤薫、はい、最近の活躍というのはどのように見てますか。そうですね、まあ、今年は平成元年組がずっと出てきてもらいたい年なので、はい、あの伊藤選手でもすごく期待してるんですけども、うん、元年組と言いますと、長谷川佐々木バット吉永渡辺智子、はい、ここら辺がもう出てきてもらえると困るというかですね、困るというか、あのメインイベンターに大手かかってると思いますね。そうですね、もう63年組まではガンガンあの井上京子がこう吉田真理子がガンガンメイン出てますんで、平成元年組でそこに割って入ってもらいたいんですけども、うん、まず、まあ、先兵役として伊藤選手ですか、うん、あのアジャ選手と組むことが多いんでメインへの登場回数が多いんですよね。なるほど、ジャングル役としてね、はい、はい、ですからもういろんなものも吸収してるでしょうし、まあ、そういった意味でヒノキ舞台をまあ経験しやすい立場にという感じですけどもね。そう、そう、あの顔が子供と言われてますからあの若田選手と間違われがちですけれども、うん、やっぱり5年目ですからね。そうですね、はい、昔女子プロレスの場合5年というとベテランと言われるんですよね。そんなにキャリアが早かったというか、なんとなくキャリア5年のベテランですなんてあのテレビで僕よく聞いてたんですけど。なるほど、何をするのかな。さあ今度もっと、これはおっとちょっと変わった形からのフェイスクラッシャー、この辺も工夫が見られます。そしてもう一度、あっ今度は高速ドロップ、ブレンバスターです。やっぱり同じ技2回使わないよっていうか、組み立てをものすごく考えてますね。はい、さあこんな、そしてサソリ固め、これは何か強烈なイメージ、何でもやんなってきましたね。何でもやんなっていうか、要するにレパートリーが増えたっていうことででもあんまりレパートリー増えすぎると、うん、レスラーって没個性になるんですよ。まあそれはね、料理一体じゃないんですよ、ね、うん、難しいところですけどね。ただ、うん、今日は確かにいいです、うん、もうパワーに下田選手が押されっぱなしというか、テリーのパワーと伊藤の元気も押されっぱなしですね、うん、そうですね、ここまでの展開はね、なんとなくあんまり、あ、やりましたねこれ、やっぱり、いやーパワーリス、おーっともブル様が留守ですから、はい、足が見せないとということでしょうか。いやでも、うん、テリパーにこんなに似合う技ないんじゃないですか。そうですね、今はとってもかっこよかったです。下田を軽々とリフティングしましたテリー、あー、そして今度は体を預けたがカウント1、あ、そう、そして今度は南がトップローからあーっと出ましたね。南とテリパーの絡みって面白いと思いますよ。なるほど、技と力と技というか、そん、いや、そんなにパワー負けしないと思いますよ。あ、逆に、おっと、しかし今度はラリアット、さあそして今度は伊藤と南という対戦になりました。手ブラドーラ、コンヒーロー、美しいですね。これはかなり、それこそ腰砕けって言葉がありますよね、あんな状態ですね。おっと今度はまた強烈にバックブリーカーで、カウントはどうか、うん、ダブラムスープレックスの体勢からバックブリーカーに持っていくのは、はい、あれもメキシコの技なんですよね。あ、なるほど、小島記者、はい、そうですね、まあでも日本ではほとんどこの人の先輩特許というか、あとバンバンビガロぐらいですよね。そうですね、ビガロもう今やすんけれども、はい、今度は逆肩エビ、あ、うまいですね、あのちゃんと足をフックして、そうですね、
ロープに届かせない、このシャチホコっぽい逆転ですね、はい、シャチホコがため、ね、しかし本当に女子プロレスというか女子のレスラーっていうのはもうあんだけ剃ってもね、ちょっと痩せると、ちょっと痩せるとでもすぐ元戻っちゃうじゃないですか、ええ、男であそこまで曲げられちゃうともうなんか背骨も動きも凝れちゃうんじゃないかという気がするんですけれども、さあカウントは2、伊藤選手も1回受けに回っちゃうとなかなか抜けてれないというのがこれ癖ですか、悪い癖、まあ、キャリアの問題もあるんでしょうけどもね、うん、まあ相手が南ということもあるんでしょうけれども、さあ確かに攻めてるときは非常に元気がいいんですが、ちょっと防戦になると苦しくなってくる伊藤、はい、技をね、はい、やり終わって仕上げ終わってからゴールに持っていくときのスピードがなんか南選手他の選手と違うんですね、パッとゴールに対するランディサベージっぽいですよね、はい、なるほど、はい、弾球の付け方がやっぱり味付けが違うという感じがしますね、この辺がフロート受けをするという言われかもしれませんけれども、さあ今度は下田が足をのじ、この放送席から見てても、はい、南選手の背中の筋肉もすごいですよね相当、ああなるほど、もともと大型選手ですからね、うん、下田選手ももうちょっと今日まあこれからでしょうか、まあ、いい形で繋いでもらったんでここでそうですね今素晴らしい形でね、自分コーナーで繋いで、はい、もうすぐホット選手に帰ってきちゃうんで、そうですね、そろそろ答えを見せてもらわないと帰ってきちゃうっていいですね結構恐怖に震えてるかもしれないですよ、だいぶ気にしてましたからね、怖くて、うん、そろそろこの辺で答えを出しておかなければいけないという下田が伊藤に切り返されましたが、さあここから伊藤はまた元気を復活、しかし得意のネックブリか、これは下田選手反撃ですね、はい、得意技、さあもう一発いくのか、相手よりも自分が高く上がってしまうというこの島田の独特のネックブリーカンドロップ、ネックブリーカーの足が、ね、上に上がっているときは調子いいときにバロメーターになりますから、さあそして今度はトップロープからこれもネックブリーカーでそのままホールですが、これはどうか、カウント2、問題はネックブリーカーの後につながる技ですよね、なるほど、その技を今度はフィッシャーマンズスープレックスホールド、これはどうか、さあこの後につながる技という指摘がありましたが、ここで南にタッチ、もうちょっと見たかったか、見たかったかなと思いますけどね、さあそしておっと、ヒッパーアタック狙ったんでしょうね、はい、これはさすが試合巧者、みんな見よく見ていた、さあそしてロープに引っ張った、おっと今度はティッシャーグラッシュと、はい、意地でも意地があります、ヒッパーアタックやってやろうと思ったんじゃないですか、これだけは譲れないというヒッパーアタック、強烈にヒット、本当に体格的にはぴったりとあった技かなという感じがします、顔の表情というか、はい、全部おーローリング戦闘、これは素晴らしい、さあカウント、おっと危ない、たくさんオリジナルがあるからいいですね、フックがあってローリング戦闘があってフットスタンプのねつなぎがありますから、これはもう完全に個性につながってますもんね、それがお客さんがそれで盛り上がるという感じなんですけども、今度はトリパー、あ伊藤はコーナーでちょっとうずくまって腕をちょっと痛めたね、さあこれはパワースラム、強烈なパワースラム、さあこのままカウント危ない、すごいですね、すごいパワースラムが決まりましたが、カウント2でかろうじた金返しました南、さあ今度はロック、あっとこれはうまい、うまく回らない、今度来日以来のベストマッチじゃないですか、そうですね、なるほど、だって全然もたもたしたっていうかくよくよしたところもないですから、あ本当になんか悟りの境地で戦ってますよ今日は、なるほど、ええ、そのあたり体が自然に動いているのか、非常にいい動きが見出し、そして今度はまたパワースラム、これは強烈ですが、これはどうか、どっからでも投げられるパワースラムになってきましたね、フランケンシュタイナー欲しいですね、さあ来るか、その得意のフランケンシュタイナー、あアルティメットウォリアーみたい、おすごいですね、このあたり意識を知ってるんでしょうか、ロスレスラーですごいとかかっこいいとかいう形容詞が似合う人もこのぐらいの人ぐらいのもんですよ ね、おっとこれは素晴ら
しい。メキシコ流ですね。いやー今のは素晴らしかった。いやー下田が若田という見せ場を作りました。さあそして今度はツープラトンの攻撃だ。今のはものにしましたね、あの技を。はい、メキシコから帰ってきてもう1年経ってますからね。なるほど。ようやく土産が完成したという感じ。なるほどね。土産なんて言ったら完成でした。あんだけ、しかし綺麗に決まりました。あっと今度あんだけ素晴らしく決めて怒られたんじゃしょうがないんですか。いや素晴らしかったですよ今のは。本当にさあ15分経過、もう見てそのままの技というのはこれほど分かりやすい技はないんじゃないでしょうか。ちょっと3分、さすがにあれですね、おーって拍手をもらえる技を下田が出しましたよね。あ、そうですね。でまたテリーがさっきのパワースラムの中でおーがありましたよね、はい、そしたらちゃんと伊藤が出てきて自分もそんならばって言って、うん、満を持してフットスタンプ出しましたから偉いですよね。あーこれはうまい、これはうまい、南これはうまいぞ。一瞬の返し技、しかしカウント2。いやパワースラムをあんな風に返すんですね。あーそしてこんな太陽を見せて、さあ今度は2プラトンでテリーパワーを攻めます。ぶち破れ、おっとダブルラリアットをかわして、さあ今度はどうなるのか。さあ上腕に落ちた、おっとテリーパワーが飛んできてダブルラリアット、吹っ飛びました。南は場外へ。さあ今度は下田がロンリーバトルになるのか。さあおっとサイドバスターの形からそのまま1回転。さあカウントはどうか。うん、目まぐるしい展開になってまいりました。今何が何だか分かんなかったですね、はい、本当に。さあそして出ましたね、これは痛いです。さあトップロック、うわ痛い、素晴らしい。今下田腕でガードはしていたんですが、うん危ない、いつ見ても痛そうですねこれは。今なんかも本当にあ危ない危ないなんて言って、南選手がカットに来ましたよ ね。さあそして丸め込んで、今日はちょっとあれですね、三田選手メキシコっぽい、そうですね、固め技というか意識してますね、自分の個性といったらそこになるでしょうから。なるほど、おっとこれは変形の、2回転多かったですね、して往々にしてああいったもので決まってしまうこともあるんですが、さあローリングセット、これ失敗、2回はやはり無理です ね。今日は問屋はというやつで、さあ今度は南がトップロープに登るが、テリーパワーがすかさずカットに入るが、おさあナレシのナレシのブレンバスター、素晴らしい、綺麗に決まりました。リング中央で大の字は南、さあカバーの体勢でここは下田がカットに入った。さあここへ来てこの4選手入り乱れての攻防、おっとそのまま、おそしてリング中央で、あっとこれは権利がなかったということで、そして南がそのまま襲い込んで、うん、さあそしてリング上では、あさあ今日もう試合内容としては非常に素晴らしい、すごかったですね。そうですね、お互いのチームほとんどツープラトン攻撃は出してないにもかかわらずこれだけ関数が高いってことは、また一人ずつみんな自己主張できたしね、最後は締めるところで一番落ち着いた人が締めちゃったという、典型的な試合でした。はい、